お前見ねえ顔だな。俺は天井ヒューヤだけど。おじいちゃんが残してくれた家で隠し部屋を見つけてしまう。異世界に通じる扉があった。救いのないこの世界を守る価値はない。私は滅ぼす。やっぱり怖い。体は強くなったのに心は弱いままなのかよ。いろんな苦しみが僕らに降り注ぐ。困っている人には優しくしなくてはいけない。それは時に勇気が必要なことだ。もっと早くユウヤと出会えていたら。ユウヤさんとは一緒に生きてみたかったんです。俺これ以上一人じゃ強くなれないのかな。焦る必要はないと思います。ゆっくり自分のペースで。闇には闇が強い。俺さ、人に喜んでもらうのが好きみたいだ。こんな俺でも誰かの役に立ちたい。強くなりたいです。